米供与武器によるロシア領攻撃、バイデン大統領が許可。ブリンケン米国務長官は5月31日、バイデン米大統領がウクライナに対し、米国が供与した兵器をロシア領内への攻撃に使用することを容認したと明らかにした。チェコ・プラハで開かれた北大西洋条約機構 NATO 非公式外相会合後の記者会見で述べた。 NATO のストルテンベルグ事務総長は、同盟国による兵器使用制限を緩和する動きを歓迎すると述べ、ロシアとの緊張が高まる懸念について自衛目的でエスカレートしないとの認識を示した。ロシアによる侵攻を受けるウクライナは東部ハリコフなどの戦闘で劣勢に立たされている。ブリンケン氏は会見で、これまで数週間にわたりウクライナから米国が防衛用に提供した兵器の使用許可を求められていたと明かし、国境付近に集結しウクライナを攻撃するロシア軍に対し、バイデン氏が米国供与の兵器使用を認めたと述べた。またドイツ政府の報道官も31日ウクライナに対し、ドイツが供与した兵器をロシア領内への攻撃に使用することを認めたと発表した。これまで西側諸国が供与した兵器のロシア領内への使用について、ロシアは戦術核兵器で報復する構えを見せてきた。ストルテンベルグ氏はロシアとの緊張が高まる懸念について、この戦争を始めたのはロシアだ、明確にさせたいのは自衛目的でありエスカレートしないということだとの認識を語り、自衛は基本的権利であり国連憲章で定められている、ウクライナには国民を守る権利と責任があると述べた。またストルテンベルグ氏はウクライナに対し、年間400億ユーロ、約6兆8000億円規模の支援を継続することを加盟国に提案したと発表した。ストルテンベルグ氏は、NATO 加盟国がロシアによるウクライナ侵攻以来、年間400億ユーロ程度の軍事支援をウクライナに提供してきたと説明し、少なくとも同レベルの支援を必要な限り維持しなければいけないと語った。その上で加盟国間の負担をより公平にすることを提案したと述べた。ウクライナ・クリミアのフェリーターミナルも攻撃、補給線遮断は最後に難物。ロシア占領下のクリミアにロシア本土から大量の貨物を輸送する経路は限られる。カイロ・ケルチ海峡に架かるケルチ橋、クリミア橋を通る道路と鉄路、ケルチ海峡を結ぶフェリー航路、そしてウクライナ南部から伸びる鉄路だ。ウクライナはこれらの補給線を一つまた一つと攻撃してきた。最新の攻撃はフェリー航路を狙ったものだった。5月29日夜か30日未明、ウクライナ軍はATACMS弾道ミサイルでクリミア東部ケルチのフェリーターミナルを攻撃し、フェリー2隻を損傷させた。1隻は車やトラックの運搬用、もう1隻は鉄道車両の運搬用だったとされる。損害は衛星画像で確認された。ウクライナ軍参謀本部は、このフェリーターミナルはロシア軍がクリミアの部隊への補給に積極的に利用していたと説明している。もっともウクライナ南部に駐留するロシア軍がフェリーに輸送の多くを頼っていたのかといえば、それは疑問だろう。フェリーはかねてもっと安全で大量に輸送できる手段のバックアップという位置づけだった。そして最も安全で大量に輸送できる手段である南部の鉄道路線は無傷なのだ。この鉄路を破壊するのは極めて難しい。ロシアのフェリーが2隻爆破されたというのは、自由なウクライナの味方にとって朗報かもしれない。だが実際のところ、それはウクライナ南部のロシア占領軍にとって大きな打撃にはなりそうにない。オーストラリア陸軍退役少将のミック・ライアンは、ウクライナによるケルチ橋などへの攻撃は、軍事的というよりも政治的なものであり、ロシア国民の前で、プーチンにプレッシャーをかけるのが目的だと自身のニュースレターに書いている。ウクライナ南部のロシア軍の兵站を狙うウクライナ側の作戦は
ロシアが2022年2月に拡大した戦争が進むにつれて規模が拡大し、手法も洗練されてきた。長射程弾道弾型のATACMSが使われた模様。ウクライナがまずターゲットにしたのは、ロシア海軍黒海艦隊で貨物の運搬任務に従事する揚陸艦だった。ウクライナ側はロケット弾やストームシャドウ、スカルプ EG 巡航ミサイル、自爆型の水上ドローンなどで次々に攻撃し、これまでに黒海艦隊に配備されていた揚陸艦十数隻の大半を撃沈するか損傷させている。昨年夏にはウクライナはケルチ橋を爆破し損傷させた。編集中、ケルチ橋は2022年10月にも爆破されて損傷している。ロシア側が橋桁を完全に修復するには半年かかった。これらに続くのが今回のフェリーターミナル攻撃だった。このフェリーターミナルは前線からおよそ240キロ離れており、 ATACMSのより新しい型である M48 か M57 が使われたことが強く示唆される。 M48 は射程が270キロ、 M57 は300キロあり、いずれも約215キロの短弾頭を搭載する。 M48 か M57 はウクライナが3月に米国から供与された第2弾の ATACMS 100発余りか、それ以降の供与分に含まれていたようだ。昨年供与されていた数十発の ATACMS は、すべて旧型の M39 だった。M39 は、敵弾サイズの子弾を1000個近くばらまくクラスター弾頭を搭載し、射程は165キロにとどまる。長射程の ATACMS は、クリミアの飛行場や防空兵器、停泊中の軍艦に大損害を与えている。したがってフェリーにとって深刻な脅威になるのは驚きではない。とはいえ、フェリーに対する攻撃が現在どれほど重要なのかは疑問だ。ウクライナによる遠距離攻撃作戦の激化を察知したのか、ロシアは昨年夏、ロシア占領下のウクライナ東部と南部のそれぞれの既存の鉄道路線を結ぶ総延長80キロほどの新たな鉄道路線の建設を加速させた。ウクライナの調査分析グループフロンテリジェンスインサイトは、このルートについて、ロシアからウクライナ南部のマリウポリへの移動や輸送にかかる時間を大幅に短縮する。所要時間は非単位、場合によっては週単位で短縮され、兵站や部隊の移動の効率性が上がると解説している。さらに、たとえクリミア橋、ケルチ橋が破壊されても、この新しい鉄道路線があれば、クリミア地域への補給は十分賄われると見ている。だとすれば、ケルチ海峡のフェリーの輸送量が減っても、鉄道で十二分に補えるだろう。鉄道の破壊は至難だが、現在は好機かもしれない。鉄道路線を寸断するのは不可能ではないにせよ困難だ。フロンテリジェンスインサイトはこう書いている。ウクライナ側は過去にクリミアとウクライナ本土を結ぶ鉄道を狙ったことがある。その時はスカルプやストームシャドウといったミサイルを使ったが、比較的軽微な損傷にとどまり、長期にわたって鉄道の運行を大きく妨げることはできなかった。フロンテリジェンスインサイトによれば、鉄道車両を攻撃するのも同じく難しい。ロシア側は列車を主に夜間や早朝に運行し、日中に動かすのは最小限に抑えて、兵站の動きを見えにくくしている可能性が高いという。ただ今後、ウクライナ側の攻撃によって、鉄道以外の補給線が断たれ、ロシア側の兵站が南部の鉄道にますます依存するようになれば、ウクライナは鉄道路線や鉄道車両に永続的なダメージを与えることに注力するようになるかもしれない。その場合、ウクライナが最初に狙うのは新たな鉄道連絡線、特に橋を渡る区間になる可能性がある。今のウクライナはこの連結部に深刻なダメージを与えるための手段を保有しており、数週間あるいは数ヶ月使用不能にできるかもしれないとフロンテリジェンスインサイトは述べている。もっとも実際にそうできるかどうかは
ロシア側が攻撃に脆弱な場所、とりわけ橋を守るためにどれくらいの防空システムを割り当てるかなど、複数の要因に左右される。ウクライナによる対鉄道作戦に期待を持てそうな点があるとすれば、現在ロシアの防空網が非常に薄く引き伸ばされた状態になっていることだ。ロシア側がウクライナのドローンや巡航ミサイル、ロケット弾からウクライナでの占領地を守るのに苦労しているだけでなく、ロシア国内の産業施設やレーダー、飛行場などを守る必要にも迫られているためだ。ドローンや巡航ミサイル、ロケット弾からウクライナでの占領地を守るのに苦労しているだけでなく、ロシア国内の産業施設やレーダー、飛行場などを守る必要にも迫られているためだ。